いいタイミングのトーム。くるくる回されていくんだけども、まだ呪文がたくさんありますね。さあ、まずはフリーズをかけていって、ヘイスト。チェキラドームエイト14です。今回はこれ WHF カップっていう新しい大会ですかね。の対戦です。ケイオスとの対戦ですね。はい。まあ、5部以下の一発勝負のトーナメントっていうところで、早速やっていきたいと思います。先刻イモカツですね。ガク、最初ガク、はい。天才ラバル、あ、プラン一緒な気がするな、これ。だよね。わかる、めちゃくちゃわかる。底売りのくじ、あー、そうよな。これめちゃめちゃ強いなと思って僕も見てました。おー、ロイちゃんまで使うんだ。あ、クイーンタンホールなのか。ちょっと、天才とクジ区画のキング以外は違いました。 ちょっと違うプランだったっぽいっす。はい。キングとロイヤルチャンピオンを使ってくじからぶっ飛ばしていきつつ、これロイちゃんが投石のとこまで伸びたら強い。そうですね。援軍がちょっとめんどくさい。援軍がめんどくさい。ストライカーさんとドラゴン。ドラゴン入ってんの。さあ、これ、インビジブルかけてるんだけど、ちょっと違う展開に。クイーンはドラゴンに勝てるのか。ドラゴンには勝ったけど、ストライカーに負けた。処理がめんどくさそう。ポイズンをかけてストライカーの処理を狙っていくんですが、遅れてきたポイズン、じゃあ、遅れてきたストライカーにもしっかり入っていって、落下ダメージ入るかな、これ。入ったね。あ、すげえホーム動いてんな。ボマーを刺していきつつ、アイスラバからの展開スタート。まあ、ターンホール壊せてるっていうところで、怖い防衛スキルと、あとマルチ IT とこのクイーン処理だけかな。さあ、ここ、ボマーの破裂ダメージ死にましたね。さあ、アイスラバが2体また走っていきましたが、どうでしょうか。若干バレンの数が少なくなってきているか。どうだ。さあ、アイスラバのフリーズ効果がマルチ IT にぶっ刺さっていって、マルチ IT の真上のところにまたアイスラバとバルーンたちが集結してきました。トームが余ってて、呪文もヘイストフリーズ2枚ずつあるので、これはいけそうですかね。いいタイミングのトーム。くるくる回されていくんだけども、まだ呪文がたくさんありますね。さあ、まずはフリーズをかけていって、ヘイスト。で、アイスラバのフリーズもここで入っていきます。時間も40秒あれば問題なさそうですかね、これは。いったと思うな。フリーズ2発。違う、フリーズ、ラストフリーズを打っていきつつ、いけそう。いけましたかね。30秒余裕ですね。ガーサス。さあ、回収のウィザードも出しつつ、アイスラバーパピーがチリチリに走っていく。かわいいですよね、こいつら。アイスラバーのパピーかわいいよね。さあ、これでフィニッシュ。ガーサス。さすがく。さあ、来ましたね。トッツビズのドラゴンかな？ですね。ラバを盾にするタイプのトッツビズのドラゴンっぽいですね。ああ、ラバはあれか。突撃艦の盾ではないんですね。さあ、対空砲持っていきつつ、いいバリュー。タンホールまで壊せるか。壊せました。トッツビズのバリューとしては結構大きいですね。さあ、ここもかけるんだ。もうあんまりかける意味なさそうだけどな。ベビードラでサイズカットしつつってなると、どっちから来るのか、4時なのか、8時、9時の方なのか。9時の方が濃厚そうだけどな。8時、9時の方が。ですね。で、初手の対空砲に対してラバーを立てて、ああですね。ウォーミングチェック。 ドラゴン受けてるが対空砲。もったいない。ラバーの意味がなくなってしまった。さあ、罠回収しつつ、ヒーローが外周部サイドカットしていって、ポイズンなしでストライカーの処理を終えていきましたね。さあ、ヒール早めに焚いていきました。結構早めに打ちましたね。
もうちょっと奥でもいいのかなと思ったり。さあレイジからのここでトム打ってますね。トムをかけていってフィストですごく伸びていく。キング強いな。これロイヤルチャンピオンも早めに順次展開しております。この辺でヒールでも良さそうだけど、ね、見た感じ。さあまたインビジブルとポイズンが1枚ずつ。ポイズンの使い道はリックスケルトンぐらいになりそうですが、これインビジブルをマルチ IT に向かったドラゴンとウォーデンにかけていくことでマルチ IT が折れそう。いや強いなドラゴン、めっちゃ残ってんな。1分10秒、これはいかれましたね。なんて読むんだ、ニコラス、ニケリオス、ニケリオス、かっこよ、かっこよ。確かにね、ギリシャ系のクランだったような記憶がある。このクラン昔エリートで当たったことあって、ね、交渉した記憶があるんだけど、名前がめっちゃギリシャ名前がギリシャってなかなか聞かんけど、かっけえな、ニケリオス。突立での展開。さあスタドラですね。イエティ入ったから一瞬見間違えたけど、スーパーネクロですね。もうイエティじゃんと思ったけど、スーパーネクロでした。天才ではなくて純正のレギュラータイプの、おー、レイジからのスタート。あー、これ強いね、確かに。どうせレイジ使うっていうところで、おー、で、ヒーラーもかけて、マルチ IT まで追っていくと、対空砲が外周部にあるところだったんでね。バルーンで対空砲を降りつつ、まあ、オールにも一応レイジかかって結構チェインが入ってたりしましたね。さあ、マルチ IT をオーデンで追っていって、スーパーネクロで引っ張っていく。イエティでサイドカット、タンホールの方に入れていく感じかな。12時に穴開けを1回してますね。さあ、キングもそこから登場しました。大工の小屋穴開けすんのかな、それとも、対空、なんか、いろいろするのかな。さあ、キングが逆走しております。透過兵士をセットしてきました。リカバリーでしょうか。キングはただただ外周を走っていって、対空のところが空いてますね。やはり。さあ、ここはトームはなしで、ポイズン効果に入りそうなユニットはいなかったので、トムを温存することができました。巨爆が大量に出てきますが、しっかりヒーラーがスイッチしていきます。そろそろトムが欲しいか、いいタイミングでのトムになってきました。相手のねクイーンとロイヤルチャンピオンウォーデン像という効果力ゾーンはいくらねスーパーネクロでもねやられてしまうところになるので、ジャンプ2枚目を打ちつつ、どうだろう。さあホグが出てきてロイヤルチャンピオン追従形、ちょっとスーパーネクロが進めてないか。これはボーデン像にだいぶ捕まってますかね、撃ち落とされたか。ボーデン像と透析機のコンボで少しユニットが減ってるように見えますが、最後相手のキングも処理しなきゃいけないのが、ヒーラーも撃たれている、ちょっときつそうかな。ヒーラーもここでイーグルが、フリーズ1枚ではちょっと厳しそうですかね。ここは乗り切れなそう。フリーズをかけてキングと大砲を固めていくんですが、前回までちょっと難しそうかな。バーバリアンとかアーチャーがいる。さあここ共同作業でキングを倒していきたいところなんですけど、一発撃てるか、大砲も残っちゃうかってなると、大砲残るとなるとパーセント的にも伸びづらくなっちゃいますね。このガーゴイルが伸びてくれそうですが、88かな。9までいったら熱いけどきつそうかな。88でのフィニッシュ。さあまたなんかギリシャっぽいな。パーティジアーノさん、ディオホグ。さあ、援軍を釣り出してる感じですかね、これは。援軍をしっかり釣り出してきました。美味しいですね。スーパーオールブレイカーで多分拡張狙いだったと思うんだけど、変なとこが来ました。あー、どうなんだろう。でも入るかな。あー。スニコブ。カット必要なのかな、そんなに。
いらない気もするが。さあ、リフスケも釣れましたね。ウィザードまで出すんか。もう絶対に3時の角から入れたいマンなんですね、これは。3時角から入れたいので、まあ、ちょっともったいないけど、ガッとガッツリしたって感じかな。これ、対空砲行くよね。対空砲行った後って、スニゴブ出すんそれ。やばすぎんそれ。おー、トルネ解除。はぁ。罠知ってるからのあれなのかな。あれで普通にやるならかなりリスキーな今スニゴブだったけどね。タウンホールを起動だけするっていう地獄のド M の修行だったけど今、罠があったからこそ救われたみたいなところではあったんですけど、さあリガホスタート。どうだろうな、フリーズをかけていきつつここでトーム。ちょっとフリーズとっぽいあれが被っちゃったのがもったいなかったですね。ただ結構強そう。さあ真ん中まで進んだやつらはヒールをかけられていって、いやーマルチ IT だしな。ここでレイジ、ロイヤルチャンピオンが止まらない可能性がありますね。どうだろうか。いや強いな。ここから援軍ホグが合流してきて、クイーンも落ちないか。ギリギリの HP で耐えている。いやこれいかれんのか。ブーミランワッショイからのロイヤルチャンピオンが止めらんないな。時間も間に合いそうだ。マジか、これいかれんのか。はい、ワンチャンこのマルチが、このマルチ IT がめちゃめちゃ頑張るみたいな。オークに落とした。あーどうだろう。なんとかウォーデンが、ウォーデンボケろ。おじいちゃんボケてくれ。ボケないか。ボケないよな。ボケなかったっすね。マジかーん。来た。おっさん、ドラグバー。まあ、ちょっと考えたけど。目安いがね、向き的にちょっとあれなんで。さあどこから来ますか。真ん中マルチ折らなきゃいけないのはね、ちょっとあれだなと思ったんでね。この配置ちょっと確かにドラグバーやりたくないような形してんだよな。安いの向きとか。さあクイーンが12時。はい、これモールブレーカー、マルチ IT まで俺狙ってますね。テスラ拾えたのはまあ美味しいかな。フリーズをかけて確実に。マルチ IT 行けましたね。これで、下側にドラゴン。おー、サイドカット用のベビーとのバルーン。いい形。さあ、クイーンのブロックで。まあ、テスラはほぼほぼ拾えたら大きいかな。さあ、AT をバルーンでカットしつつ、ドラゴンパートスタート、キングが登場。あ、キングとヤクの組み合わせで穴開けしていくのか。さあ、突撃艦投げつつ、これ届くかな。さあ、援軍は、ああ、スニゴブではないのか。え、だとしたらやばい？スニゴブセットじゃないのか。届くのか。なんとかフリーズをかけていって、降り切ることに成功しました。真ん中マルチには、届くか、これ。真ん中マルチ折れないとやばいのよ。さあ、真ん中マルチが届かない。さあ、ロイヤルチャンピオン進めてるんですが、フリーズがもない。どうだ？マルチが残っちゃったか。マルチが強すぎる。真ん中マルチが強い。コウモリ自体は刺さってはいるのと、ロイヤルチャンピオンがいるからね、あそこ。真ん中マルチ残っちゃいましたね。まずい流れだ。そうですね。ドラグはね、こういう真ん中マルチ相手にするときは、ドラゴンパートで絶対取んなきゃいけないっていう、縛りというか、そういうのがあるから。
そこまでドラゴン伸ばさなきゃいけないプランで組まなきゃいけないんですよね。結果的に、そっか、あんま変わんないか、どっちにしろ伸びてないもんですね。タンホールに打ったところも、結局、必要だもんね。悲しみのヤクさん、頑張ってください。伸ばしてくれ。85で終わりそうかな。サンジが結構回収ポイントとして美味しかったですね。85%。おお、サービス終了に、なんかスケルトン入ってますね。かなり珍しい組み合わせには見えるんですけど、流行ってるのかな、これって。早くもスケルトンがバンバンバンと置かれていって、スケルトンからのサービス終了編成。で、ウッドランチャーで道も作りつつ、クエイクでも道を作るという。後ろの方マルチ IT とかあって結構スケルトン使いづらそうだけどな。オーデン像の近くにもボムタワーとビズトあるので、結構スケルトンとしては腐りそうではあるんですけどね。これユニットそれてね。ワンチャン星1あるのでは。クイークで限定で開け、ああ、帰ってきちゃった。ああ、クイークがっつりタンホールで。がっつりは投げしてきましたね。さすがに、これも勝っちゃうか。頑張れタンホール。ああ、ちゃんと吸い寄せられてった。スケルトンいつの間に打ち終わってるわ。さあ、タンホール破壊されていってクローク。まあ、防衛には違いないですね。かなりの低パーセント防衛ができそう。ナイス。ようやく防衛ができそうだ。パーセント的にも低く抑えることができるので、パーセント勝負も大事なので、今この展開。低く抑えてくれ。キングは死んだ。オーデンも倒せ。ナイス。75ぐらいで終わるかな。時間切れ75ですね。ナイスボーイ。さあ、クラスですね。天才ラバルではないな。31か。アイスラバルの突撃艦。テスラもたくさん。おお、なんだこれは。フリーズをかけて相手のロイヤルチャンピオンを勝利しつつ投石まで追っていって、ヘイストが出てきた。ヘイストバルーンでサイドカット、なんだこれ。 AT まで切っていく。キングが逆走してますね。クイーンをこれ多分イーグル砲の方に持ってきたかったと、キングね、キングをそっちに持ってきたかったと思うんですけど、援軍釣っちゃうかなこれ。かなり最悪だ。レイストまで使ってるしな、これ、レイジフリーズと。さあ、ウォールブレーカーで穴開けして、相手のクイーン処理まで見てましたね、これ。ストライカーも入ってないのか。このキングの逆走痛すぎる。さあ、援軍が出てきちゃったストライカーに対して、ライトニングで処理はできたんですけど。タンホールは起動だけしそうですね。さあ、おそらくこのマルチ IT に対してロイヤルチャンピオン出して、真ん中の投石安いのとこにロイちゃんのブーメラン当てて、21じゃ折れないよな投石。まあ、安い壊しつつ、21すれば1回触れば壊せるからっていう感じかな。さあ、パピーを、もう1回。なんか一発当てたな。ライトニング一発だけ打ちましたね。で、アイスラバからのスタート、ロイヤルチャンピオンマルチ相手にさせていきます。これは結構きついですね。リーツ。フリーズ。
さあ、投石の方に進ませていきたかったところなんですけど、ここでトーンをかけていって、取れない、最悪だ。これは、落ちちゃうかな、全部。ポイズンが強い。ポイズントルネがめちゃくちゃ強い。さあ、アイスラマのフリーズ効果によって12時が突破できたら強いんだけど、ウォーデンで投石を追って、うわ、折れた。12時が突破できないか。やはりさすがにきついか。さあ、祭壇も巻き込みつつライトニングを打ってったんですが、ちょっとヒーローパートが大崩れしちゃいましたね。3ミス目なので、次取られたら終わりかな。取られたら終戦ですね。さあ、残された道は2防衛からの全開でパーセント勝利のみっていう状況です。安いか、今のは。ライトニングで壊されていって穴開け。結構タウン真ん中に入っちゃうドラゴン。おお、ボマーを早くも登場。そのボマー強いね。強いけど。ホミング2個当たっていく。いいね。早めにボマーを溶かすことに成功。強いけど伸びるかな。イーグルをフリーズ。ロイちゃんも早め展開。援軍が空に反応しない援軍なのか。さあ、ヒールもかけていきつつ、イーグルにフリーズかけ続けてますね。さあ、強いけど、強いけど、伸びるかな。トルネとかあったりしないか。ポイズン効果もっと、もっともっと、ポイズンに入り続けろ。いや、マジ、やばいな。え、こんな伸びる？ポイズンもっとちょうだい。オーデン死んだ。ライドラ。いや、これクイーンが止まんねえ。クイーンが止まんないまずい。いや、アトルネそっか。突ウィズ対策っぽいな。いやー、1分半やん、まだ。マジか。いかれんのか、これ。ってなると、星1防衛だけですね。あとは、全開取って星1防衛パーセント勝利でワンチャンっていう展開になっちゃいました。きちい。さあ、クイラバ。とりあえず取んなきゃダメですね。まず取りましょう。なんもなさそう。ないね。おい。なんもないね。問題なさそう。なんもないなぁ。イーゴレさんね。あ、バルーン強い、これ。なんもないね。あった。あったわ。ここにあったね。でも問題なさそう。次向かうっしょ、多分。OK。6。思ったより時間長いな、これ。思ったより時間かかんな、これ。間に合うか。よし、行くねー。おー、いい。いいよ、いいよ。ナイス。
確認処理できた。グニ早く、グニ早く、君に壁を殴ってもらうプランなんだ。大丈夫かな。まあ50秒でしょ、いけると思うけどな。50秒もあれば余裕だと思うけどな。ちょっとバルーン、ウォーデ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 ン、もっと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 、ナイス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 、危ねえ。いや、ちょっと落ちたか。でも呪文あるからガンガン打っていこう。間に合うと思うけどな。いや、間に合うね、これは。間に合う、間に合う、間に合う。さすがに間に合うわ。間に合うと思うよ。うわ、トルネそんなとこにあんの。おぉ。うん、オッケー。オッケーだけど、なんかな、思ってた感じとちょっと違ったな。思ったより余力なかったな。まあいいや、前回前回。あと星1ボイだ。守ってくれ、いい。星1、星1取りなそうな編成来たな。でもそっちから来んだ。ウォーデン死ね。なんかでウォーデン死んでくれ。一旦ここでウォーデン溶かしてくれたらワンチャンあるな。あれ今3本取られてんだよね。いや取られ、で守って13点でしょ。今こっち12点でしょ。やっぱ星1か。星1でワンチャンあるのか。パーセント勝ってるもんな。あー、星1かー。頼むてー。星1も結構な、惜しい星1じゃ負けるな。あー、なるほど。その通路つうのか。これでも突撃艦裏から刺していくって感じでしょ。表から投げないよね、さすがに。いやー、通るかな。うわ、取るねー。まだ投げないか。ここで出す。いやー、援軍小物これ。恨めったなぁ。いやーでもどっちにしろ星に取られたら終わりないんや。んー、届くな。いやー、届いちゃう。うわー、届いたー。届いちゃったー。届いちゃったら終わりだ、もう。星についちゃった。ポイズンは強いな。ポイズンでかなり、ユニットが溶けていく。溶かせ溶かせ。おー、結構溶けた。結構、クイーン死んだね。ちゃう、ロイちゃん死んだね。うわ。まだ1分あんのか、こっから。ワンチャンあったりすんのこれ。モデヒーちょっとうざいな。超チリチリ。え、こっからワンチャンの？結果がいちいち生き残ってる。クイーン、あ、なんかゴーレムいるな。いやー、そこ強そうだな。ペッカとキングとウォーデン。よし、ヒーラーも死んだ。ジョー、溶かせ、溶かせ。溶かせて。ウォーデン抜きます。いや、キング？キング？いや、マジで言ってんの？マジか。マジ？まあ、あんま関係ないけど、勝敗には。いやー、4本取られたんか。マジか、これ行くのか。いやー。結果は12対14。はい、というわけでね、今回はこちら、ケイオスさんとの対戦だったんですが、まさかの初戦敗退というわけで、最近負けもちょっと乱ってきましたね。これ行くのかーっていうやつがきっちり取られて、その辺がね、ちょっと、運だけじゃないですが、取り切られる力というところでも負けていましたね。崩れているところでもしっかり前回を取ってくるところでしたね。まあちょっとここ最近ね、負けも目立ってきて、ちょっとチームで話し合ったりとかもしたんですけど、また勝てずというところで、まあしょうがないですけど、まあ負けたくてやってるわけでもないし、負けたくてわざとこけてるわけでもないし、そういうわけでは一切ないので、あと大会に向けてね、やっぱ
個人個人で調整してっていうところも結構大事にはなってくるところかなと思うので、6月予選のね世界大会では、まあ決勝戦がね僕の誕生日にもなりますので、毎年なんか6月ね僕の誕生日が絡む月であるので頑張っていきたいところですね。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。さっさっさ。